モチーフの中の部分を折っていきます。中にしたい部分の色の折り紙を用意します。白い方を上にして三角に半分に折ります。広げ、折った方と反対の方向に三角に折ります。一度広げ、次は四角に半分に折ります。また広げ、折った方と反対の方向の四角に折ります。また広げ、次はこの縦と横の折り筋に合わせます。まず横の折り筋に合わせ、このように折ります。上の方も同じように真ん中に向けて折ります。次は縦の方向に向けて折ります。折りにくいので方向を変えます。反対側も同じように真ん中の折り線に合わせて折ります。斜め、縦、横と折り筋をつけました。そして反対に向けて、次はこの線に合わせ、このように三角に折ります。これをあと3箇所同じように折ります。一度広げ、白い方を上にしてこの向きで置きます。そしてこの4つの角を真ん中に向けて折り合わせます。左右の点を真ん中に、上下の点を真ん中に、このように折ります。折り筋をきちっと折っていれば簡単にこの形になります。そしてこのように潰していきます。これも折り筋をつけてあるので簡単にこの形になります。そして一度これをこのように潰し、この点からこの線までの全部折るのではなく、3分の1程度開けて、このぐらい開けます。折ります。で、戻します。反対側も同じように倒し、先ほど折ったのと同じ位置になるように合わせております。そして戻します。これを後の3つ同じように折っていきます。一度手前に倒し、3分の1開けて折ります。戻します。反対側もこちら側へ倒し、向き変えます。先ほど折ったところに合わせて折ります。戻します。
このような形になります。そして次にこっからここまでこういうふうに折ります。折り線がまっすぐになるように折ってください。残りの3つも同じように折ります。このような形になります。そして次にこの折った三角の部分をこのように折ります。そして折ったこの真ん中からこの端まで斜めの筋を目安にこのように折ります。右側も同じようにこの真ん中からここまでの線をイメージしてこのように折ります。少し細くなっていますので丁寧に折ってください。ここまでをあと3箇所同じように折っていきます。これで中のパーツが完成です。